子育てクイズ。しゃ、切り替えていこうぜ。もうクリアできないよ、こんなの。答えクリアできない。どんどん知識を、どんどん知識を、俺らが成長するんだ。もうこんなの絶対クリアできない。行こう、なんて名前するの。名前はね、ちょっとさっき画数が悪かったな。画数悪いんだよな。決めた。はい、もう任せよう。うん、よし。運がいいんだね。もう実力だけじゃどうにもならない、この世界。頼む。あ、じゃあ、うんこ、あ、うんこぼんのね。よし。じゃあ、ここは、そう、これはもう変わんないかわい。オッケー。うん、運任せでもよかったけど、ね。あ、運任せもいいかもしれないですね。そうですね。まあいいや、でもこぼんのと、そうね、そこは親は変えないとこ。ちょっと待ってください。これ、つながり悪いな。うんこぼんのになってる。ちょっと、つながりが悪い。うんことぼんの。どっちも読めないね。つながりが悪い、ほんとに。ラブ、おー、AC。おー、チルドレン。はい、うん、LFAC。うん、LFAC。ちょ、ほんとつらいな、マジで。ほんとにつらい。ちょっと気分変えて映画しよう。まあ、うん、よしこだから。ギャンブルしよう。帰れません。クリアできる、これクリアできる、マジで。てか、そもそもメモリーカードあり前提のゲームなんじゃないの、これって。なんかね、元がアーケードのゲームらしいんですよね。あ、そうなの。じゃあゲームセンターで100円で俺らクリアしようとしてるみたいなもんですよね、多分。うわ、ワンコインクリアね。サッカーでタッチラインから出たらスローインするんですよ。もう、もういいぞ、ちゃっちゃクリアしよう。この辺はもう確かに、もうあの気楽に行こうと。気楽に絶対ね、精神的なプレッシャーね。ひねったり切れたり、繋がったり、上がらなく、首をひねったり、首が切れたり、首が上がらなかったり、頭が切れたり、頭が、なるほどね。雪道で大変に巻くのチェーン。丸丸丸丸。でも別にね、間違ってもいいんですよ、うん、だって間違ってもいい。じゃあ俺も持ち越されないから。いいや、ティーバック、ティーバック、うん、そう、ティーバック。よし、冷静に考えれば、冷静に考えれば分かる。それティーバックだよ。そう、てか僕らは別にさ、あれですもんね、そんな緊張しなかったら高校生まで行けたわけだから、うん、そうだね。あ、初めてのひな祭り、これ初めてじゃないですか。ティーバック、ティーバック。よしこのお気に入りはティーバック、ティーバック。冷静に行こう。三人感情、はい。明かりをつけましょう、ぼんぼりに。かわいい。冷静に行こう、冷静に行こう。お色気パラメーターアップ。まが推進保育園に行こう。ん、何推進保育園って。なんだっけ、心酔い、あれ両親、あ、両親学園、両親学園。あー、丁寧に育て、うわ、これきついな。だかな、これクリアするまで帰れねえだな。終電間に合うかな。さあ、マルバツクイーズ。ゆりかごの歌を作者のは北原作秀である。違う、違う。うろたえないもん、うろたえないもん、全く。ここまで子育て映画のタイトルは良いおっぱい悪いおっぱいである。その通り、違う、うろたえない、うろたえないもん、全く。こんなことで俺らはよだれかけはスタイという。違うね、違う、うろたえないよ、俺は絶対にうろたえない。何もうろたえない。エッセイ赤ちゃんが来たら書いた漫画家は内田俊二。違う、こんだけ違うが続いたら、じゃあその通りが続いたら一回違うが来るはず。マークシートだよ。親指姫は親指姫がバラの花がなったその通り。え、違うの？チューリップだよ。おい、うろたえてるぞ。よし、お誕生、うん、その通り、その通り。うろたえてぜ、前。うろたえ、さあ、あれ、よすでみである。その通り、その通り。運悪かったー。完全に運悪子じゃん、今の。うわ、今の運悪かったね。だって二択であんな間違えんだもん。帰らせてよし、行くぜ。もうダメだよ。うい、決まりました、やろうぜ。うい、さっきは運に任せすぎた。逆に俺らの知能を信じるんだ。はい、名付けて脳だけの存在。ダメだよこんなの。さっきの反省を生かそう。ダメだよ、ダメだよ。せめて、いや、せめて女の子っぽくしてよ。脳だけの存在語。ちょっと、いや、
さすがにこう命名権を、じゃあ脳だけのくるみにする。せば100歩譲ってこれならいいですよ。ん、脳みそこ。100歩譲ってこれならまあみそこちゃんになるんで、まあみそもね縁起がいいよ。みそこちゃんは OK、 これでいこう。それでいきましょう。で脳こもんのでうん、で脳ラブフォーゴール中脳がなんか英語に聞こえてくる。音楽でいこう。音楽で、わかりました。あーカモン、脳みそこ、脳みそこみそこみそこちゃんをね可愛く育てて元気に育てていきましょう。もうでもさ1歳って一番早かったね。さっき俺らはずべきだよ。早かった。でもさ、うん、1歳の2択むちゃむちゃむずない？いや本当なんかいやもうなんだろうね、さっき急になんか関係してんのかな。第1問、ニューヨーク市のことをある果物の名前を使って。ビッグアップル、四角、四角、ビッグアポー、エアポー。第2問、エアポー、有名な地上ナスカある。はい、稼いで稼いで、よし。このところ根っからの色気だよ。無病息災は七草粥、三角。なんかあれですね、こう子供も3人目4人目になるとやっぱ子育てのこのやっぱあんまり慌てないですね。ほんとあるあるだよ。3人目4人目の声だったらだいぶもう僕らも落ち着いちゃって、長男長女の時がめちゃバタバタするけど、バタバタだけど、うん、元気にされたし、ひなあられね、ひなあられ食べて、あーかわいい、そう元気に育ってほしいな。うん、脳みそこの名に恥じぬ、そうだね。賢く脳に栄養をね、賢く元気に、そして粘り強く、うん、服はお兄ちゃんお姉ちゃんのお下がりでいいよね、うん、もうね、たくさんあるから、たくさんあるから。あ、まだ2択じゃない、もう2択来なくていいよ。そうだね、これは、カバ、フグフグ、あフグじゃないよ、豚だもん、フグだった。カバ、カバ、カバ、バ、え、カバ、そういう、そっちから来てんのじゃない。今もう皮の馬っぽいですけどね、カバはバッカラス、なんでな、ね、サイコロ、サイコロ、トランプなんだ、あれ、そうだっけ。じゃあ楽器のトランペットにはバルブがいくつついてるの。4つ、いや3つじゃないですか。あ、でもそうだよね、こう、あーもう失敗した、3つ数えの主演団、バツバツバツ、マーロンダンド、アンフリーボガトでした。何でした。五七五七七、体育だよ。え、あ、うん、五一五線、あ、これ分かるわ、犬飼強だよね。バツ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 、犬飼強だよね。話せば分かるバキューンも、話せば分かる何事も、名犬ラッシュでしたよ。これはコリー、違う、あ、そう、コリー、まるまる、よしよしよし、危なげねえな、余裕ですわ、余裕やな。うん、まあでもいい感じで来てるよ。ノーミスでここはクリアしたいですね。ジャンルセレクト、ノーミソじゃない、ノーミス。ここでジャンルセレクト問題、どれも得意じゃねえんだよな。四角の科学でいってみる。科学いけます。バツの生活でいこう。はい、生活って今までやったっけ。おー、やったことない。日本酒の醸造で種族率増進、まる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 、あ、さすが、お色気アップ、お色気アップ、おお、バタバタさせんじゃない、関節を、パカパカ。豚肉とキャベツと味噌で、まる、中華料理だから、まる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 、こうですね。はい、そして第3問、あ、生活余裕だな。中元と言われるのお中元ですよね。7月じゃない、8月15日、あ、7月15日なんだ、勉強になる。コカ・コーラライトのカロリーは 100ml 何いくつ未満、三角、いや、ミリカロリーってなんすか、そんなんありえないですよ。ほんとだ、リーバイスのジーンズ503、四角、四角。やばいって、ああいうのジェームズ・コパー、これさっきあったよ、あ、違う、ジェームズ・コパー、バツ、ラークですよ。ちょっと先輩、ポタ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 、よし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 、ちょ、先輩ちょっとおかしくなってんだよ、あのいつも通り の脳のキレに戻して、あと、あの先輩、あの自信があるときは、うん、あの自信があるっぽく言って、自信ないときは自信なっぽく言って、どれも同じテンションで言うから、俺ノータイムで信じるから。何でしょうかな、雪だるま、いや、ボールプレゼント、あ、まだやってないね、
プレゼントしたことあるから。あれ俺らこのなんていうの、このイベントの一枚絵、うん、全種類見れるんじゃねえか。ボールで話しかけるようになっちゃったって。ワンパクアップすると思ったんだけど。でも知能高いから。そうなんだよね、やっぱ天才ってそういうところあるよね。そうね、自分の中で。あ、でも色気がある。あ、色気ある。素敵な子だよ、みそこちゃん。カルトな色気になってほしいな。入園試験、ね、あ、でも全然楽勝だよ。さあ、幼稚園人生をかけた勝負です、うん、入園するのは花垂れしようぜ。花垂れ幼稚園。ワンパクな名前だな。もう楽しく遊ぼうっていう最低の名前だと思う。本当ですね。入学おめでとう、花垂れ幼稚園。花垂れ幼稚園入園させてもらえなかったら結構ショックです。ショックだね。花垂れ幼稚園は受け皿でしょ、最悪。滑り止め。先輩、花垂れ幼稚園 100% 首席で合格しました。首席花垂れの座を。ミス花垂れになっちゃう。ミス花垂れになろう。やべえ、トイレ行きたくなってきた。マジっすか。いや、行こう。んどっちに。お寺行くなら今。いや、行かない。行けなくなりました、セーブ。次だね。非常だな、子育てって。でも、ほんとママってこんだけ忙しいんだよ。一瞬一瞬が大事なんですよ。うん、元気に育って。物差しのことをルーラー。あ、定規ですかね。定規。定規。第2問。大正時代、モボですからね。第3問、サニーをベースに1994年に日産の車は、シーマ、まるまるまる。だから、その、自信があるときは自信があるっぽく言って。NFL。どっちかね、その、早く言えばいいってもんじゃないから。わかった。もう、俺分かった。実は養育費そんな関係ないことも分かってきたから。いや、奈良子さんの言う通り、うん、頭冷やしてきて、うん、冷静になって、うん、一つ気づいたことがある。はい。雑談なしの、うん、ゲームへの真っ向勝負の実況、うん、俺らの場合それが面白いのかどうか問題。奈々子さんの実況者としての真価問われてるぜ。問われる。先輩、隙見て雑談していきましょう。酔ってんじゃん。さあ、第一問、映画ミュータントタートルの丸ミュータントニンジャスタートル。第2問、次の中で首が動かなくなるのは夢中中、バツ。先輩、夢中中になった。雑談混ぜ込もうとしてるけど。アクション台もはあくび。あくび、水のあくびだな。いや、でもさ、いやでも楽しいは楽しいですよ、こう、うん、なんか。しかも同じ問題が1個も出てこない。1個も出てこないから、それが何を言う指すかというと、この後やべえ。内緒でママの味噌子初めてのお化粧ですって。どんな化粧品使ってるんでしょう。しかも味噌。いつの時代なんだ。口紅、眉剃りセット。眉剃りはちょっとなんか取り返しつかないことになりそうやから、口紅がいいな。まあ無難なところだよね。ね、可愛くなっちゃった、どうしよう。真っ赤っかじゃないの。さっきチラッと話したことですけど、うん、そういえば本当に自信があるときは自信分かったありげに言って、うん、自信ないときは自信なさげに言ってください。マジでこれはかぼちゃね。かぼちゃです。俺も分かるときは、ね、パッて言うから、うん、ムーンウォーカーで巨大ロボット、これマイケル・ジャクソン、ね、うん、ムーンウォーカーから。第3問、オー・スザンヌ、これ分からんな。失格。ありがとう。むずい。あ、6歳まだ長えぞ、親離れ。まだ半分もいってないですからね。でもなんか養育費すげえさっきより溜まってない。あのもう高校生の後にハテナって書いてるさ、あれが怖くて。地獄ゾーン。いやもうほんと高校卒業したらマジで手離れてほしいんですよ。そうだね。そのほんとに。一人暮らしさせよう。ね、進学する小学校どこがいいですか。今オタクっぽいんで浸水小学校行きたいですけど。そうしようか、そうしようか、そうしよう。浸水で大丈夫ですか。うん、大丈夫。俺はじゃあまあその子供の得意なところに連れて行きましょう。オタクだったらオタクのところで、ワンパクだったらワンパクのところで。これでもなんかオタクになっちゃうんじゃないか。いや、いいんですよ、こだわりの。ひどいのは。グアム島はアメリカ。バツ。違う。みそこちゃんが答えちゃうから急がな。ゼロ度の何席の何本、四角。よし、は
早めに答えてる、これに関しては。1912月31日に入学するのは2000年。賢い味噌子。わからん。4。泣かんなら泣くまでまとは、お、どういう意味です。ごめん。アルペンレーサー好き。見たことある、これ見たことある。あれ？これ真剣ゼミでやったか。いいから早く。ああ味噌子賢い。あと2問、あと2問。助かるぜ。10分の1を表すのは。まる。将棋の駒は全部で。あ、わかる。40。よかったっす。入学できたよ。任せ。あ、まだある、まだある。無表情ポーカーフェイス。あぶねえ。ポカフェイス。ポカフェイス。よかった、入学できたよ、ぬすけ先輩。頭冷やしてきたからね。あ、ありがたい。飲みし。政治のことなら任せて。あ、頼もしいです。何頼もしいです。頼もしいだけ。清水。さすがだよ。ああ、先輩、でもこれもやったことあったっけ、今の問題。ない。結構、冬季オリンピックとかがさ、よく出てくるんですよね。季節柄覚えとく、先にもう冬季オリンピックのさ。12月生まれ。だからこれはじゃあ、秘密のメモ帳渡してみよう。そうですね、秘密のメモ帳にしましょう。12月生まれだからこんな問題いっぱい出てくるのか、冬季オリンピックとかの。こいつは雪属性。あ、秘密。どんどんオタクになっちゃうな。確かに。まあでもどうせロド人書いてんだろ。やめろ小学生でその時期に流行ってるアニメのロド人を書くかもしんないけど、いいんだよ、元気に育ってくれたら。そうだね、別にそれは悪いことじゃない。俺そういうので悪いことじゃないし、自分の子供がやり始めたらやらせる、うん、おいしお色気アップ。ずっとこの問題してくんないかな。延々とジェスチャーやらしてくんねえかな。いや、バカな子ちゃん。延々とジェスチャーだったら無事に育て。ああ、病気になっちゃった。味噌。どうしよう。応援だよ。いや、うるさいよ。資格毎日病院に行ってあげよう。そうですね。有名人見ます？ホームラン打ってもらえますか、代わりに。そうしよう、ベーブ・ルース。2万ぐらいも安いもんぞ、この子元気づけるぐらいなら。養育費が全く意味ねえだろ、こうなったから。かっこいいアイドルさん来てもらっちゃった。どこのパイプなんだろう。いや、でも2万で来てくれるっていいアイドルスターっすね。2万で売れてない。ただイケメンなだけ。全然売れてない。いや、いいじゃないですか。でも憧れのアイドルスターなんですから。みそこちゃんにとっては憧れの存在だからいいじゃないですか。優しい人ですよ、みそこちゃん。みそこは週末あの下北の劇場通ってるから。サブカルじゃないですか。だから2万の追っかけしてるんですね。そう地下アイドルスターなんですね、今。まだヒットしてない人。ネタ強化カリキュラム。クリアするとパラメーターが上がるって書いてるけど、クリアしなかったら多分ゲームオーバーになるんですよね。地獄じゃねえか。どっち？社会にしとこうぜ。はい。てか結局やるんだったら多分社会になるよね、きっとね。いや、社会が得意なんですよね、僕ら。僕らね、社会派実況者だから。だから学生時代は学生運動してた。60年代暴落を兼ねて。あ、観光のね。これまたあれじゃないの、ガラスなど。これは焼き業、農業、どっちだ。業、丸。あ、ごめん。リサイクル。はい、はい、これはあれだっけ、また女が答えるんだけど。うん、答えると思う、多分。痛い病は、サドビーム、三角。チタンなんだ。これね、養殖じゃない、遠洋漁業、丸。どっちも違うじゃないですか。川があり、水が豊富な工業地帯は、瀬戸内。うん。あー、賢い。さすが。偉いよ、味噌も。延暦寺があるの、比叡山。比叡山、延暦寺ね。比叡山はね、野球強いんですよ、後悔。丸。比叡山はね、野球強いんですよ、滋賀県の高校の。天理高校。黒潮は日本海流。同じ問題に答えてるから、どんどん強い。社会だからね。ここはぶらさないでおきましょう。俺、どんどんさ、うん、俺ら社会が強くなってる。強くなってるね。ほいよ。そう、滋賀県の野球の強い高校はね、近江高校とね、北大津とね、うん、比叡山っていうのを覚えておいて。へぇ、これ出る問題で。出ないと。あ、じゃあもう今すぐ。もう今のメモリ消したから。ちょっとでも無駄な知識を脳みその中に入れておかないという。完全に今俺育ててマイエンジェルモードになってるけど。もう育ててマイエンジェルをクリアするためならもう何も惜しまない。他の通り。ダイハードで演じたのはマクレーン。バツ。ありがとうございます。
じゃあシャーリー・マクレーンのアカデミー賞受演賞作品は、四角愛と追憶の日々。かわいい。第3問、手紙の追伸は TS。 まずあと1個 PS って言ったらガラスの強度。すいません、まあ、わかんないもんだ、わかんないで。あ、ピーターンだ。ピーターン、よかった。僕ピーターン。何それ汚ね、獣の妖精を新しいマスコット使うねないで。あ、ミソに行きやんだ。伏線だったんだ。ミソこう思ってる。どうしました、この間は正直に謝りましたけど。泣いて謝ろう。泣いて謝りますか。そうすると余裕のある子供になる。みそこはもうバカにされてるじゃないですか。ダメですよ、親が。親が尊敬されない人になっちゃダメですよ。軽蔑されてますよ、LFAC。何このお母さん。変な名前だし。そもそも、そもそも。なんで名前略語って。不思議に思うよな、思春期の子供。思春期だったら不思議に思いますよ。イェーイイェーイ、お前の母ちゃん、LFAC。どん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 。お前の母ちゃん LFAC トン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 ト芸術家肌。赤富士と呼ばれている日本三十六景は、バツ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 。知らんさ。さっきまでかっこよかったのにね。ちょっと今のところだけカットしといて。アトリエは、フランス語かな。よし。先輩、10歳クリアしました。今折り返し地点です、多分。20歳まででしょ、さすがに。俺も20歳過ごしてまでまだ家にいたら怒りますよ。あ、でも高校卒業したから18まででしょ。そっか。何の絵描いてたの。うんと、丸。うん。LFAC のヌード。LFAC のヌード。いや、うまっ。おうまいな。タイトルママにしたんだ。タイトルラブフォーオールチルドレンでもよかった。そうだよね。そっちの方が社会感変わったの。ママ書かせといて照れてんじゃねえよ。まあノリノリで書かれてたはずですからね。そうだね。もう色気たっぷりになっちゃった。あー、ヌードかママの色気に、ママの色気に当てられたか。当てられちゃった。私も将来ママみたいになりたいな。ヌードモデルになる。ヌードモデルになりたいな。私も小煩悩なパパみたいな小煩悩な人見つけたいって。解明しないでね、LFAC に。あ、ただついてたの？おもろいね。あ、これわかる！メデューサだ！よーしよしよし、ほっとした。これわかる問題来たらすげえほっとしますね。脳が熱いよ。あ、ほんとだ。脳が熱い。山場？来年は中学生、進学先は様々です。でも色気あるんだったら、色気のある学校に連れて行くのが、あ、ファンシー？答えてくれる気がする。オッケー。結局答えちゃうんすよ。みそこが、みそこどうせ答えるんだったら正解しそうなところに連れて行きたい。あれじゃない、マチケンいいから電話回んない。ダイヤル Q2。 これみそこが答えてるんですよ。嘘、こいつテレクラやってんじゃねえか。赤いリトマス紙、何になる。赤だよ、黄色にはなんない。トライアングルに叩くの、あ、わかんない、全く。ベータピーターさん、超やばい、もうやだ。イオカンのイオは愛媛、愛媛県。集中して。滝蓮太郎、三角。三角違うやないですか。フランス語はどれ。アポー、グレープ、バツ、オレンジ、マロン。オズの魔法使いはドロシー。違う、ドロシー、ドロシー、ドロシー、三角。よし、ドロシー。あと2問。音楽記号は南部給付。四角にしちゃえ。えい、目がない、目がない、目がない。あと1個。ミサコ答えないで。親は何。ペアレント。クリアした。やったー、やったー、ファンシー。先輩こんな疲れてんの珍しいですね、実況で。
でも何も答えてねえからな、先輩。あ？渋給付間違っただけだから、先輩。恥ずかしい。恥ずかしい。ただ脳みそ疲れてるだけです。